皆さん、こんにちは。本日も Google 社員による Google 検索オフィスアワーの時間となりました。本日お届けするのは私、アンナと私、ナヤのいつも通りこの2人でお送りしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、まず Google からのお願いに移っていきましょう。はい。あ、そうですね。はい、どうぞ。 はい。本オフィス c e h では、ハッシュタグ Google 検索オフィスアワーを使用しております。なので、質問についてのご意見、ご感想、その他ご要望などありましたら、ぜひこちらのハッシュタグ Google 検索オフィスアワーをつけて SNS に投稿してください。お願いします。 はい。はい、ではですね、今日は Google からのお知らせが特にないということで、えー、そのまま質問の方に移っていきたいと思います。えー、では、一つ目のご質問に移りましょう。インデックスが削除され続けている件に関してご質問をいただいております。正確な日時は不明ですが、今年に入って弊社の URL がインデックスから削除され続けています。 当初原因と思われた大量のカパレッジエラーを出していた古い CGI の削除、HT アクセスのリダイレクトの修正は行いました。思いつく限り未だに直っていないのはロボットテキスト取得の合格率で、これはサーバー会社に確認をしたのですが、特に問題のある設定は見つけられていないと思われ、えー、言われており、お手上げ状態です。 重複による除外、そしてクロール済み、インデックス未登録などをいただいておりますが、ああ古い CGI のゴミ URL 問題などを除けば、現状としては下記 URL のお悩みと同じだと思いますが、対策はあるのでしょうかあそれともひたすら次のクロールを待つしかないのでしょうかとのことですが、こちらいかがでしょうか はい、えー、とそうですね、こちらの件に関しましては、あの具体的な URL をいただいておりまして、確認しました。その、えーとそうですね、ショートアンサーとしてはですね、こちらはあの、モバイルのクローラーがクロールができてない状態となっていたようです。ですので、まあ、モバイル、今もモバイルファーストインデックスに移行しているサイトのもに対して、モバイルのクローラーがクロールできていないので、 えーまあ、インデックスされた URL がどんどん削除されていっているという状況になっておりますので、ぜひですね、こちら、一度あのサーバーの設定状態などを見直していただくといいかなと思います。で、この辺の状況に関しましては、サーチコンソールのまの、あ、クロールの統計情報などを見ていただきますと、ですねおそらくきちんと何かのエラーの状況というのは細かく出ていると思いますので、そちらをご確認いただいて、 まあそちらを参考にまあ修正していただくといいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは続いてのご質問に移りましょう。インデックス登録はあるがサイトコロン検索に出ない件に関するご質問をいただいております。今年の1月中旬にサイトを公開、サーチコンソールに登録して50ページほどのサイトマップを送信しました。 イン,ドインデックスは順調に増えていき、10日程度でほとんどの URL がインデックスに登録されました。インデックスカバレッジでの有効件数と、サイトコロンコマンドで確認したインデックス数もほぼ同じでした。ところが、それから1週間後に改めて確認すると、サイトコロンコマンドでのインデックス数が20ほどに減少していました。 インデックスカバレッジでの有効件数は50件ほどのままで変化がなく、サイトコロンコマンドでのインデックス数のみが減っている状態でした。なお、サイトコロンで表示されないページを URL 検査ツールで確認すると、インデックスに登録されていました。詳しく調べると、サイトコロンコマンドで表示されない URL には以下のような傾向がありました。 1>, 1点目として、ページの URL で Google 検索するとインデックスが表示される。2点目、サイトコロンコマンドで表示されるページと比較して自然検索からの流入が少ない。このような傾向がありました。URL 検索ツールでインデックス登録されていても、サイトコロンコマンドで表示されないページは何か問題があるのでしょうか。コンテンツの品質が低い、他サイトとコンテンツが類似しているなどの 検索エンジンからネガティブな評価でこのような状態になることはありますかとのことです。こちら、いかがでしょうか。はい、<laughs> そうですね、こちらに関しましては、えっ、ー、と、そうですね、あのちょっとあの説明する前にですね、ちょっとあの、えー、話し方の回答の仕方のポリシーを少し変えようかなと思ってまして、<laughs> っていうのも、あのー、今までなんとなくここでもすぐに。 ショートアンサーはみたいな形で僕の見解を話してしまったんですけれども、おそらく見てる方も一緒にちょっと考えてみたいのではないかなとようやく思い当たりまして、少し、あの、間を置いてから、間を置くと言っても無言なわけではなくて、あの、ちょっと問題、ご質問の内容などを一応確認しながら、あの、皆さんにも考えていただくような時間を持って、その後に、あの、コメントしていこうかなと思います。とはいえ、あの、時間限られているので、そんなに長くは取らないですけれども、はい。 でそういう前提でですね、まあ、このご質問に関して言いますと、やっぱりサイトコロンの解釈っていうのはまあ結構ですねあのい、いろいろな解釈のされ方をあのされてるなと思うんですけれども、まあ、実際に、まあ、あのサイトがインデックスされてるかどうかを確認するぐらいには使えるかなと思うんですけれども、それ以上の使い方をするのは正直あんまり適切ではないなと思ったりしているんですけれども、 であのこの件に関して、まあ、ショートアンサーとしては、ですねちょっとあのこの件はあの実は具体的な URL をいただいてあのいなかったので、実際細かいことが分からなかったので、この,このサイトに関してこの状態がどうであるのかというのはちょっとよく分からないなと思います。であと、サイトコロナに関して、これ以上、今、一般的に僕らがライブに公開している以上の情報として何かお伝えできることはないかなと思いますけれども、もし、まああの この今の状況が、このサイトコロンのコマンドで表示されるページ、されないページが何か流入が少ないとお考えでしたら、それが実際、正しいかどうかではなくて、何かあの単純に普通に改善されるといいかなと思いますので、ぜひあの改善してみてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは続いてのご質問に移りましょう。 カバレッジのエラー除外が急増した件に関するご質問をいただいております。2021年1月中旬からカバレッジのエラー除外が急増しました。サイト側の回収はしていないそうなのですが、クローラー側の仕様が何か変わったりしたのでしょうかクロールの効率や低品質サイトと認識されるリスクもあるため、改善を検討しています。除外ページのうちの いくつかあなどはあ以前からの問題だと捉えていますが、問題改善案などをご教授いただけますと幸いですとのことです。こちらいかがでしょうか。はい。<coughs> あすいません。<laughs> こちらに関しましてはですね、あのそうですね。このカバレさ URL をいただいておりまして、まあいろいろサイトの状態も確認いたしました。 でですね、このカバレッジのエラー除外が急増しましたということで、まあ、実際にこのサイトの中でどういった、えー、URL が問題が出てるかというのもいろいろ確認した上でちょっとコメントしたいと思いますけれども、でですね、この多分今日のご質問の中で結構キーワードになるかなと思うんですけれども、えー、ここから回答です。回答というかコメントなんですけれども、えー まあショートアンサーとしては、これ何か Google のクローラー側の仕様が変わったかどうかということはまあちょっと置いておいて、じゃあ何が問題だったのかというと、このナビゲー、えっとですね、えっと URL の構造が少し改善の余地があるかなと思います。具体的にはファセットナビゲーションという言葉がありまして、このファセットナビゲーションに関するちょっと記事がですね、あの、えっと、後でご紹介します。こちらの記事を えー、ぜひご覧いただければと思います。ど,どなたかがきっとポストあの、ツイッターの方でポストしてくださるんではないかと思いますけれども。で、そこのキーワードとしては、あの結構ですね、おそらくこれはサイト側の仕様が何か、あのやっぱり変わったの,変わったのか何、何らかのミスかなと思うんですけれども、えっ、ー、とですね、何かの タイミングでパラメーターがどん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 右側に付加されていってしまうというような仕様になっている場所がおそらくあって、そこの,えあのパラメーターがどんどん増えても結局表示されるページは同じ、つまり重複するページがどんどん増えている状態です。ですけれども、その一つ一つのページを Google はあの機械的に全て 別の、まあ、技術的には別の異なるページですので、それをすべてクロ、あの、認識して、そしてそれをクロールして、まあ、クロールしたり、まあ、少なくともクロールするかしないかという判断をしていますと。それを、まあ、インデックスカバレッジレポートに表示しておりますと。ですので、その除外が急増したっていうのは、そういうところかなと思います。ちょっと、まあ、エラーについてはすみません。あんまり見てないんですけど、おそらくこの、このケースだと、除外が急増した、 のが問題かなと思いますので、まあその辺をちょっと見直していただいて、要は、あの例えばパラメーターが増えて、でもそのパラメーターには実質的な意味がなくて、実際の中身のコンテンツを変えるようなものでないものに関しては、きちんと適切な処理をされる。例えば、パラメサーチコンソールの URL パラメータツールを使って、えー、その正規化、正規化というかの重複の処理をするか、まあ、カノニカルなど、 使うかなどを検討していただくといいかなと思いますはいありがとうございますはいありがとうございます、えー、それでは続いてのご質問に移りましょう日英多言語サイトでカバレッジエラーが多い件に関するご質問をいただいておりますサーチコンソールにてサイトのほとんどのページでカバレッジエラーとなっており下記が表示されます このメッセージというのが送信された URL にノーインデックスタグが追加されていますというものです。えー、他に数ページがソフト404エラーになっています。リニューアル後何週間か経ちますがインデックスされません。ワードプレスの設定を確認しており、ソースでもノーインデックスは見当たらず、ロボットテキストはありません。 サーチコンソールカバレッジ部分の確認方法としては、以下3点、えー、ノードインデックスタグが追加されています。とコメントがありますが、ノーインデックスはついておらず、それぞれのページをカバレッジからインデックス登録をリクエストすると失敗します。そして、ライブテスト表示すると、登録の拒否理由がソフト404となっていると表示されております。関係があるかわからないのですが、同じワードプレス内にディレクトリ仮想に、英語サイトも作成しています。 社名検索で英語サイトのトップページが引っかかっており、クリックすると、なぜか日本語トップページが開かれる現象も起きていますとのことです。えー、こちらいかがでしょうか。はい。えー、っと、そうですね。こちらに関しましても、具体的な URL をいただいておりまして、えー、確認をし,しました。で、この現在の状況としては、まあそうですね。この、まあ、多言語サイトの まあ構造あの、サイトの構成になっていますので、まあ、なって,なっているサイトなので、まあ、その辺が何かいろいろ影響しているのではないかなというのは、少し僕の、まあ、初見と申しますか、と思っていろいろ調べました。で、この、まあ、いくつかの、何ですかね、エラーの内容は出ていますけれども、例えば、 ソフト404の話と、まあ、ノインデックスが入ってるって話は結構あの、まあ、異なる内容ですので、今いくつかの症状が出ているなぁと思うんですけれども、まあ、その辺を、まあ、考慮に、まあ、頭に入れながらサイトを見ておりますと。ということで、えーとですね、ちょっと待ってくださいね。この、はい、はい。回答に行きたいと思います。で、この、まあ、ショートアンサーとしてはですね、この、えっ、ー、と、 このあとですね、おそらくいろいろ改善をされて、だいぶあのインデックスされなかった状況っていうのは、だいぶこあの改善されているのではないかなと思いますと。で、まあ、ここから先は半分ぐらいの想像になってしまうんですけれども、おそらくその多言語化の設定、多言語化そうです、ね、の設定の問題ではな,な,かないかなと思いますと。具体的には、えー、日英のサイトがあるというか。 ことなんですけれども日英のその切り替えが、えっ、ー、と、僕もちょっとさあの最初に見たときの仕様なんですけど、今多分変わってたんですけど、えっ、ー、と、日本語の設定にして、で、え、あ、逆だな、すいません、えっ、ー、と、英語の設定にして、自分の言語を英語にして、 で日英が完全に全てのページが1対1で対応していればいいんですけど、日本語の方がページが多くて、英訳されていないページがいくつかありました。で、その日本語にしかないページを英語を選択した状態で見ると、トップページにリダイレクトされたんですね。ですので、おそらくクローラーが見に、その、そういったサイトを、あの、日本語しかないページを見に行った場合には、全てあの、リダイレクトされてトップページに リダイレクトされてしまうために、そういった日本語のページはインデックスされなかったのではないかなと思います。そして、まあ、ソフト404エラーになっているというのも、全くあの、それがまさにその症状で、結局、まあ、リダイレクトはされるけれども、あ、ちょっとあ、すみません、ここは多分想像ですけれども、きっとこの現象が起きていたものが、このソフト404エラーの項目に振り分けられていたのではないかなと思います。 もう一個あのノーインデックスタグが追加されていますというところに関しては、実際にはノーインデックスタグは追加されていないのかもしれないですけれども、ここの項目に分類されているものは基本的には今実際にインデックスするつもりがないようなものがそこに振り分けられているのではないかなと思います。例えば記事の中にある画像が1枚だけある、あのページとして存在しているようなものがそこに、あの、 入っていいいるののでではないかなかと思いますのでまあちょっとですね、ここは多分、細かくは確認はしていないんですけれども、このまあノーインデックスタグが追加されていますというところに振り分けるのが適切かというと、少し議論の余地はあるかなと思うんですけれども、他におそらく適切な項目がなかったためにそこにあのまあ入ったのか、実際におそらく結構最近リニューアルされたので、 最後にクロールしたときにそこにはノーインデックスが入ったのがどちらかかなと思いますと。まあ、いずれにしてもサイトの今の状態は、えー、改善されていると思いますので、はい、思いますので大丈夫だと思うんですけれども、この、まあ、多言語化、まあ、立ち行き化の設定に関しては、まあ、改めてですね、この、 ヘルプページなどをご覧いただいて、Google が推奨している仕様、そして推奨していない仕様についても結構細かく言及していますので、その辺を見ていただければと思います。先ほど、まあ、ご,ご説明したように、実際にあのその、まあ、クッキーなどの設定に従ってリダイレクトしてしまうと、実際にこう読めなくなってしまうページ、実際にクローラーがクロールできなくなってしまうページが発生したりしてしまいますので、 まあそういったことが起きていないかどうかというのを、あ今一度ご確認いただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは続いてのご質問に移りましょう。関係のないドメインからの重複コンテンツに関するご質問をいただいております。Search Console の URL 検査ツールを使用したところ、以下のメッセージが表示されました。URL が Google に登録されていません。重複しています。 送信された URL が正規 URL として選択されていません。この Google が選択した正規 URL には、当サイトと全く関係のない別のドメインが記されています。なぜこのような現象が起きているのか教えてくださいとのことです。こちらに関しましては、まあ、そうですね、URL はいただいておりまして、 そ,したその URL に基づいていろいろ調べてみましたと。で実際には、この、まあえーとちょまあ、少し内容はあの改めて確認しますと、この実際に URL 検査ツールで見てみると、その,このご質問いただいた方が登録されていないサイトが正規 URL に選ばれていて、全く心当たりがないということで、まあ、これはなぜかというご質問なんですけれども、まあ、あのオフィスアワー、こちらのオフィスアワーをよくご覧いただいている方は、 あのあ、あれかなって思うものがあるかもしれないですが、まさにそれですと。このケースに関しましては、おまあ、これ、僕が見た段階ではおそらくこの状況は解消されていたので、実際に、あの、確認はできていないんですけれども、現象から、まあ、推察しますと、これは、あの、はまあ、ハッキングされたサイト、その Google が選択した正規 URL のサイトが、実際にハッキングされたサイトが、 にコンテンテツとしててこののご質問いいいたたただ方のサイトがまあ使われていたつまり、ハッキングされたサイトが、実際にクローラーがクロールしたときに、そのご質問いただいた方のサイトのコンテンツが見えるような状態になっていたために、Google は、このご質問いただいた方のサイトと、そしてハッキングされたサイトと2つ、同一のコンテンツがあることを発,発見しまして、そして、この、えーまあ、残念ながらハッキングされたサイトの方を、まあ、あの優先。 的に選んでしししまままっっっててて正規化してしまったとといいう現象になっていると思いますですので、まあ、あの今後のことで言いますと今後の対策としてはこちらのこの Google が選択した正規 URL はのサイトを、まあ、ハッキングされたサイトとして、まあ、スパムレポートでご報告いただけると、まあのが良いかなと思います。 ただ、実際にまあハッキングされたかどうかっていうのはちょっと確信は得にくいかもしれないですけれども、こうしたサイトの現象としては、例えば通常アクセスした場合には、実際問題なく、あの、普通のコンテンツが見えたりですとか、また検索結果から飛んだ時だけちょっと、 謎のコンテンツにリダイレクトされるですとかさまざまな症状があるんですけれども一つあ,あるのは例えば外国のドメインであることが結構多いなっていうのが今のところこれはあの外国のドメインだったら絶対にそうだっていうわけではないんですけれどもまあ,あの傾向としては結構多いと思いますですのでまあそういったところなどを考慮してまあそういったところで一つしか言ってないですけれども まあ、あのハッキングの疑いがあるなと思う場合には、ハッキングのスパムレポートからお送りいただくといいかなと思います。ただし、スパムレポートの取り扱いに関しましては、以前からお伝えしています通り、Google はスパムレポートに対して一つ一つこう、この、えー、な中身を見て対処するのではなくて、全体的に、まあ、傾向ですとか、あの例えばこ,のこういったケースを受け取った時には、こあその分析をして、このサイトに対してとあの直接 何か手動で行うというよりは、こういったことが起きないように何か自動化するような仕組み作りを考えますので、まあ、そういったことでカバーできるかなと思いますので、いずれ、治、まあ、っていくかなと思います。はいという感じですかね。ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。重複コンテンツと判断される基準に関するご質問をいただいております。 あるサイト A に私が書いた記事を寄稿しています。とてもいい記事なので、全く同じ記事を自分のサイト B にも掲載したいと思います。サイト A と自分のサイト B は読者が異なるため、サイト B の訪問者にも寄稿した記事を読んでもらいたいたいためです。その場合、重複コンテンツ、もしくはコピーコンテンツとなり、ペナルティの対象になりますか また、重複コンテンツはペナルティの対象にはならないと聞いたこともあるのですが、それはそのページ単体の話であって、重複コンテンツの数が多くなると、サイト B そのものの評価が下がるなどありますか自分のサイト B にも掲載する場合、ノーインデックスタグをつければ評価は下がらないなど、同じコンテンツを2つのサイトに掲載するにあたり、何らかの方法があるでしょうかそれともやめた方がいいでしょうかとのことです。こちらいかがでしょうか はい。えっ、ー、と、そうですね。こちらのご質問いただいたサイトは、じゃ URL いただいてましたっけいただいていたと思います。はい、いただいてます。<laughs> そうですね。で、えっ、ー、と、ただ、まあ、あの、まあ、 一般論としてお答えできる範囲かなと思いますので、一般論としてお答えしたいと思いますけれども、まあ、ポイントとしては、あの、おそらく二つあって、この、そもそも、こうした、あの、ご自身が書いた記事を二つのサイトに送ることが重複コンテンツに当たるかどうかということとあ、まあ、当たって、いわゆるペナルティの対象になるかというご質問と、あとは結局サイト全体の、その、ペナルティにならなかったとしても、重複コンテンツの数、 コンテンツの数が多くなると、まあ、サイト全体の評価に響くかどうかっていう話、そして、えー、と何かそれを避けるための方法、まあ、3つかぐらいについてコメントしたいと思います。 でそれぞれちょっと簡単にあれとコメントしますと、まず最初にこの重複コンテンツとなってペナルティの対象となるかという話に関しては、このその講談に書かれている通り、重複コンテンツはペナルティの対象にならないということは、ここのオフィサーでも何度もお伝えしておりますのであの、ならないですと。なので大丈夫ですと。でもう、もう少し細かく言うと、まずペナルティというものがないという話と、まあ、 これはちょっと言葉の問題かもしれないですけど、手動対策ですと、あったとしてもおそらく、手動対策か、まあ、自動の,あの対策もありますけれども、まあ、ペナルティーではないですということがまず一つ。で、あと、まあそうですね。で、二つ目のところで、実際に重複コンテンツが、じゃあこの、じゃあ手動対策だったら手動対策としてまあ対象になるかならないかというご質問に関しては、 あの、まあ、実際には僕らのスパム対策がどのように行っているか、例えばどういう単位で、どのようなことがあったら僕らがどのようにしあの判断して、どのような単位で対策をしているかみたいなことを明かすことが、あの、まあ、スパマーにヒントを与えてしまうことにもなりますので、何かここに関して、あの、なるかどうかっていう話は直接的にお伝えすることはないですけれども、まあ、僕の知る限り、あの、正当な目的を持って、 で、重複コンテンツとなってしまって、サイト全体がほぼ重複であって、なかなか検索結果に出にくくなったみたいなケースは聞いたことはあるんですけどそれはあのサイト全体が何かあの低評価になったというよりは、実際にその重複コンテンツとなって、別のサイトが優先的に選ばれてるから、あまり検索結果に出なくなっただけの話であることがまあ一般的かなと思いますね。なので、まあ えそんなにあの恐れるほどのことはあのまあないだろうなと思いますともし仮にサイト全体の評価に影響があったとしても特に恐れるほどのことはないかなと思いますそして、えー、そうですねただし注意事項がいくつかありまして例えばサイトのやっぱりあの主な目的が例えばアフィリエイトサイトであるですとか、まあ、広告収入を得ることが 最大あのまあ、目的であるっていうのは、まあ、多くのサイトがそうだとは思うんですけれども例えばそ,のそういったサイトであった場合には少し話が変わってくるかなと。と言いますのも例えばアフィリエイト目的広告目的で結局じゃあコンテンツあじゃあ大丈夫なんだということでじゃあそういうサイトを量産しましょうみたいな発想にもつながると思うんですね。 でそういったサイトが、例えば100個作りました、200個作りました、そして全部広告が貼ってあって100個記事がありますみたいな状況だったら、おそらくそれは、まあ何か、あの、手動対策か、まあ自動の対策の対象となる可能性がすごく高まるだろうなと思います。まあ、そういった可能性が高まるという意味で、このアフィリエイトとか広告は、あの、少しか、あの、注意した方がいいなと思いますけれども、何か、あの、 広告が貼ってあったら危ないですとか、アフィリエイトだとダメですとか、そういった単純な話ではないので、通常の範囲で、あの、運営されている分には特に大きな問題はないかなと思います。であとですね、えー、まあ、今僕言いましたけど、100、まあ、例えば、本当に量産するとか、そういった感じの目的、それが目的であると判断された場合ですね、このご質問いただいた方は、記事の内容が他の読者にも読ませたい、 内容であるため、みたいな目的である場合には、そして特に問題ないかなと思います。ただ、こう、いろんなサイトに載せて、広告収入を増やしたいみたいなことが主目的だと判断されるような可能性があるようなケースでは、は行わない方がいいかなと思います。で、じゃあ、どうすればいいかというのは、あの、ま、ご自身でご判断いただくかいいを、いただくのがいいかなと思,い思うんですけれども、まあ、ノーインデックスをつける、 というのは、一つの回避方法であるのは間違いないんですけれども、まあ、もし僕であれば、まああの全く同じコンテンツであれば、カノニカルを使うか、えっと、カノニカルというタグを使うことで、この2つのコンテンツのうちのこちらが正規ページですと、こちらがメインですということを Google に伝えることができるので、 まあ、重複コンテンツですって宣言するようなものなんですけど重複コンテンツの片方をこちらに、えっ、ー、と、こちらがメインですということを Google に伝えることができます。または、まあ、実際に読者が全然違うのであれば、まあ、全く同じ記事が同じように投稿できるのであればいいかもしれないですけれども、まあ、引用みたいな形で紹介するっていうのもありだと思うんですよね。 やっぱり新しい、あの別の方の読者に向けた表現で何か引用しながら解説するような記事にすることで、まあ実際に重複コンテンツにもならないですし、実際にそのそれぞれの読者に対応、応じたコンテンツとして、まあ、読者としても読みやすくなるケースが多いのではないかなと思いますので、僕であればそういうふうにするかなと思いますけど、僕の,あの最後の部分は、 まあ、サーチのグーグルとしてのコメントって、本当に個人的なコメントなので、まあ、通常はカノニカルを使ってあの対応されれば、特に大きな問題はないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それ,それでは、続いてのご質問に移りましょう。外部メディアにサブディレクトリを貸すリスクに関するご質問をいただいております。 先日 SEO 業者から弊社ドメインのサブドメインを借りて SEO 記事メディアを運営したいという提案をいただきました。弊社は記事メディアの運営に関与しないもののメディア側の利益の一部を分配するというビジネスモデルのようです。いろいろ調べてみたところ、金融系メディアを中心にそのような形をとっているサイトも多いようですが、このような施策に対する御社の見解を伺えればと思います。 新規ドメインよりもある程度歴史のある弊社ドメインが一水 o 面でプラスに働くのだという認識ですが、そもそもドメインは企業や個人が独自に保有するものであり、第三者に貸すことは不適切かなと考えます。ペナルティという形ではなくとも、仮に記事メディアの方の評価が落ちた場合、間接的に同ドメインである弊社サイトの悪影響がないかどうかも不安ですとのことですが、こちらいかがでしょうか はい、えー、とそうですねこちらに関しましては、まあ、具体的な、まあ、まだされてないので特にあのサイトの情報もないんですけど、まあ、一般論としてもちょっとお答えしたいと思います。でですね、まあ、このケースがどうのこうの,あのっていう感じでもないんですけれども、まあ、一般論として あの結局僕らのサイトのアルゴリズムの改善がどう、なぜ行ってるかですとか、どのように行ってるかという話にもつながってくるんですけれども、まあ、まあ、簡単に言いますと僕がこの件で言えることがあるとすると、えー、もし仮にですね、やっぱりコンテンツが良いですとか、実際にユーザーのためになるコンテンツではないものが不当にやっぱりこう、 高い順位に表示されてしまっているような状況ができているとすると、単純に僕らはそれをその状況がよろしくないと考えて、何らかのアルゴリズムの改善を考えて、まあまあ、その順位が適切な順位になるように改善していくだろうなと思いますということですかね。 わかりますかねちょっとわかりにくいかな。まあ結局そのサイトの順位が不当に高い、もしくは不当に低いものに関しては僕らはその次の、またはその次の次のアルゴリズムの改善でそれが適切な順位になるようにユーザーにとって適切に届けられるように調整をする可能性がありますということになります。ですので、あ、ですのでっていうか、まあここまでがまあ回答ですかね。 あと、コメントできることがあるとすると、まあ、もちろん皆さんが何をあの懸念されているのかですとか、どういった状況が起きているのかということを僕も理解した上でまあお話ししていますと。で、おそらく、この、こういったケースについてのご質問というのは過去にもいただいたことがあると思いますし、まあ、こういった施策で何かうまくいっているサイトに対して非常にストレスを感じている方もいるかなと思うい,いますけれども、これは、あの、 さまざまなスパム対策の話でも何度かお伝えしている通りなんですけれども実際にうまくいってないケースも世の中にたくさんあってでうまくいってるケースだけが目立ってしまってですのですごくうまくいったケースが目につくとすごくあの何ですかねあのなぜこのサイトがこんなところに出てるんだみたいな感じで思うかもしれないですけれども実際の割合で言うと相当なケースが実際抑えられていることがほとんどの場合かなと思います。 皆さんが何かすごくストレスに感じて不公平だと思うことも,も実際にちゃんと定量的に見ると相当な割合が抑えられているのでそんなに実は簡単に上がっているわけではないことがほとんどです。じゃあでも起きてそういった状況が起きてるじゃないかということに関しては僕らはもちろんそういったことが起きないように今後も改善していこうと思っていますので、えー、やはり例外ですとかそうした何か僕らの アルゴリズムの隙間を縫ってそういったことあの、思いがけないサイトが上位に出てしまうことってやっぱり起こり得ますので、僕らは常にやっぱりそれを改善し続けるということが、まあ,おあの、お話できることかなと思います。であともう一つもし言えるとしますと、まああの、実際にまた検索だけの話ではなくて、こういった状況に対してこれだけ 不快に感じている方がいる中で、そういった施策を取られることがサイトと、サイトであったり、ブランドとしての,あの、としてどうかっていう視点では、一度考えてみるといいかなと思います。もし僕が、あのそのサイトの運営者であれば、絶対にやらないなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 今ですね、ちょうどまあ半分時間が過ぎた頃かなと思うんですけど、今日いただいた質問、3分の1ぐらいしかまだ終わってませんので、まだ3分の1ぐらいですかまだ3分の1ぐらいですね。<laughs> ああなんであので、あんちょっと1時間では難しいかなと思いますので、お昼ご飯を食べながら見ている方々、ちょっとあのその心づもりでいていただけたらなと思います。大丈夫です。1.5倍ぐらいでしゃべります。<laughs> それ巻き返せない。2>, はい、2倍ぐらい <laughs> そうですね。 はい。ではあ、続いてのご質問に移りましょうお。多言語サイトでの正規化を行う際のご質問です。HDF ラングを設定している多言語サイトでの正規化を行う場合、それぞれの言語バージョンのページは、自身の言語ページへカノニカルを設定すればよいのでしょうかもし、えー、また、もし別々の URL を用いている場合は、自身の言語ページのデスクトップバージョンへカノニカルを設定すればよいのでしょうか ドキュメントにカノニカルについての記載がなかったため、質問をしましたとのことです。こちらいかがでしょうか。あ、ミュートになってますね。<laughs> すみませんでした。あの、ちょっと、まあえ、皆さんに考える時間を少し作りたいなって言ったんですけれども、ちょっとあの、えっ、ー、と、 時間がなくなってきたので、少し、はい、と回答していきたいと思います。で、あの、まずコメントしますと、まずこの h d フラングを設定している多言語サイトでの正規化を行う場合に関して、まあそうですね、あの、単純に h d フラングっていうか、あの多言語する 化するっていうだけですと、特に、あの、それ自体は、あの、カノニカルを設定する必要ってはないんですけれども、カノニ、別の何らかの理由で、あの、カノニカルを設定したいということは起こり得ると思いますので、そういった場合には、あの、ご自身の、あの、PC 版の、あ、PC 版のって次の質問か、あの、言語のページ、カノニカルを設定すれば大丈夫ですけれども、特に、まあ、この図がわ <laughs> かりやすいというか、あの、わかりにくいかもしれないんですけれども、 あの参考になるかなと思いますので、こちらの AMP を使っている、しかも、えっ、ー、と、PC とモバイルがセパレートのサイトのケースの場合に、このような、えっ、ー、と、おすすめをしているというのがですね、この AMP.dev のサイトにですね、このドキュメンテーションエグザンプルズガイドインターナショナライゼーションという、まあ、記事がありまして、ここの中にあのこういった図がありますので、ぜひこちらを読み解いていただいて、 あのー、いただければと思います。これがデスクトップ、上が英語版の記事で、下がフランス語版の記事の設定になってるんですけれども、真ん中がデスクトップ、右側がモバイ,モバイル、左側があ、すみません、僕の手と逆かもしれないですけど、左側が、えっと、アンプ版のページが、どのような感じで、あの、アノテーションをお互いに向けているかということが分かりやすく書いてありますと。 で、これを見ていただくと、モバイルとアンプ版のページからはデスクトップ版に、それぞれの言語のデスクトップ版にカノニカルを向けてることが分かると思いますので、ぜひこちらを参考に、アンプ版がなければアンプ版のところをただ単に無視して考えていただければいいだけですので、こちらを参考にしていただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 それでは続いてのご質問に移りましょう。サイトマップの正規化は必要かどうかに関するご質問いただいております。サイトマップや XML 自体の正規化は必要でしょうかサーチコンソールで URL 検査を行うと、サイトマップの部分に以下のように表示されました。パラメーターがついても同じ内容が表示されているのですが、こちらをパラメーターなしに正規化する必要はありますでしょうかとのことです。こちらいかがでしょうか はい。えっ、ー、とですね。こちらに関しましては、えっと、そうですね。特に何かあの対策をする必要があるか、正規化する必要があるかという意味では、特にまあ必要はないかなと思いますけれども、もし何か効率が悪そうだなとか、何かあのクロール、あのやっぱり気になる感じでしたら、普通にロボットドットテキストでまあクロールを制御していただくといいかなと思います。はい。ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。では続いてのご質問を移りましょう。正規 URL が正しく認識されない件に関するご質問をいただいております。コンテンツの内容が異なるにもかかわらず、重複しています。Google によりユーザーがマークしたページとは異なるページが正規ページとして選択されました。と Google に解釈され、ユニークな情報を持つページがインデックスされず大変困っています。 もろもろ試して一度うまくいったように感じたのですが、再び認識されない状態になっているため、何かわかることがあればご教授いただけませんでしょうか。サイトの概要として以下のようなご説明いただいております。当サイトでは複数ページ構成の記事を配信することが多く、URL パラメーターで記事ページを管理しています。記事1ページ目はサイトの歴史的背景でパラメータ名が違います。 問題は各ページに自分自身の URL を参照する形でカノニカルを設定していますが、Google は記事1ページ目の正規 URL に記事トップの URL を採用し、記事1ページ目が Google に認識されません。2ページ目以降は問題なく認識されています。URL パラメータ名が異なることが問題と考え、URL パラメータツールを用い、Googlebot が決定から手動で設定を変更しました。 すると1週間ほどで1ページ目も認識されるようになり、カバレッジレポートの除外 URL の数も大きく減ってきました。その後、2週間ほど経つと再び同様の問題が再発し、さらに2週間で元の認識されない状態に戻ってしまいましたという経緯をいただいております。こちら、いかがでしょうか。はい、えー、とそうですね、こちらに関しましても URL をいただいておりまして、まあ、サイトを確認いたしました。 でショートアンサーとしては、えー、このおっしゃられている状況が確認できませんでしたというのが、ショートアンサーですと。で、何が確認できなかったかと申しますまあ、状況としては、この、えーとパ、例えば4ページぐらいあるときにパラメータ、えー、例えば1ページ目はトップページ、そして二ページ目が、えー、と、2ページ目が記事の1ページ目、そして3ページ目が記事の2ページ目みたいになるのかな。そういった形で、 あの一つの記事がいくつかの記事に分かれているという話なんですけれども、で、そのトップページと記事の1ページ目が、なんか重複扱いになってしまうというのがご質問かなと思うんですが、実際に URL、いただいて URL を見てみると、このトップページと記事の1ページ目が全く同じコンテンツにしか見えなかったんですね、僕には。で、いくつかの記事を見てみたんですけど、やっぱり同じようにトップページと記事の1ページ目って はとおっしゃられているところが同じコンテンツにしか見えなかったので特にあの申し訳ないですけど何が問題なのかちょっと分からなかったのと当然この2つのものは重複としてどちらかが、えー、正規化のされてされるだろうなと思いますので特にあの何ちょっとですねどうされたいのかというのはちょっと分からなかったなっていうのは正直なところですと。 ですので、まあ、もしお送りいただいた URL が適切でなかった場合には、また別の URL をいただけるといいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。正規化に関する公式ページの情報は最新かどうかに関するご質問をいただいております。 カノニカリについてのこの記事の内容はいまだに正しいのでしょうか ?2013 年とあるので、もしかしたら現在は異なっているなどありませんかというのも私事ですが、3月に転職で入社した会社のサイトで、長期 URL のを間違い1、複数ページにまたがるコンテンツの1ページ目をレルカノニカルのリンク先とするの通りにマークアップされていました。 そのことを指摘したところ、外部の SEO コンサルティング会社がこのようにマークアップするように指示してきたと返答がありました。私は上記 URL を共有したのですが、2013年は古くないかと言われ、自信を持って反論できなかったですとのことです。こちら、いかがでしょうか。はい、えー、そうですね。こちらに関しましては、どうなんでしょうね。よくある感じの話なのかなっていう気もしないでもないですけれども、えっ、ー、と、まあ、ショートアンサーとしては、 古くないですと大丈夫です。自信を持って反応していただければと思いますという話なんですけれども、と思って実際この記事を見てみると、いくつかちょっと古いところがありましたので、少し補足しておきますと、あの、いわゆるページネーションに関するに関わる話だとも思いますし、その実際この記事の中に若干ページネーションに,についての,あの箇所もあるんですけれども、ページネーションは廃止されていますので、 その部分に関しては少し古くなってるかなと思いますけれども、全体的な方向性としては有効ですと。ただ、まあ実際に、とはいえそれに対して自信を持って言えないってこともあると思いますので、じゃあ他の記事をそういった場合にはご覧いただければと思うんですけれども、こちらはですね、この重複した URL を統合するという中の一般的なガイドラインという、この正規化についてのデベロッパーページの記述を持ってきたんですけれども、この中にも、 同じ正規化方法を使用するか、異なる正規化方法を使用するかに関わらず、複数の異なる URL を同じページの正規 URL として指定しないでくださいという、全く同じことが書いてありますので、自信を持って今度こちらの方を見せていただあの、見せて、まあ、あの、主張していただければと思います。ぜひですね、こういったことを、あの、まだ指導している SEO 会社が、まあ、あのー、 ある場合には、まあ、ね、この情報は古いですよってことを伝えていただいて、あの、直していただけると嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。おそらく残り15分ほどでしょうか。確実に1時間は無理かなと思いますので。皆さんすいません。はい、では続いてのご質問に移りましょう。検索アナリティクスの一部データ表示の基準に関するご質問をいただいております。Search Console の検索アナリティクスで大きなサイトでキーワード URL などで絞り込んでデータを見ると、一部データしか表示されなくなります。 これはランダムサンプリング、何らかの基準で切り捨てのどちらかでしょうか。切り捨ての場合、基準を教えてください。また、蒸気のサンプリング、切り捨てについて、指定した期間での合算での処理1、1日単位で処理したものを合算のどちらになりますでしょうかとのことです。こちらいかがでしょうか。はいあ。あそうですね。こちらちなみに、検索アナリティクスじゃなくて、検索パフォーマンスレポートですね。あの、はい。旧名称ですね。検索アナリティクス。で、まあそうですね。で、回答としては、この、 あのー、今、まああのー、検索パフォーマンスレポートで、まあ、そうしたすべてのデータが表示できているわけではないんですけれども、こちら、じゃあどういった基準で、えー、その,きあの情報を、まあ、選んでいるのかも、もしくは切り捨てているのかという点に関しては、今、セルプで載っている以上にお伝えできることはないかなと思います。はい、すいません。ありがとうございます。 ありがとうございます。それでは続いてのご質問に移りましょう。URL パラメータはまだ機能しているかどうかに関するご質問いただいております。これは機能していますということで、次に行きましょう。はい、機能しているとのことです。では続いてのご質問に移りましょう。アイテム数の EC サイトの URL 制御に関するご質問いただいております。EC サイトの一覧ページでサイズや値段を絞り込むと、パラメータ付きの URL が生成されます。 商品点数が1000以下にも関わらず、パラメータによる URL が増えているため、数百万の URL がサーチコンソールで認識されています。 この場合、クロールバジェットを最適化することは正しいでしょうか最適化した方がいい場合、下記1、2を検討しています。まず1点目として、ロボットテキストでパラメータ付き URL へのクロールをディスアロー。そして2点目として、カノニカルで正規化。2について、結局 g o o g l e ポ o トは数百万の URL をクロールしてしまうので、1の方を実行することを計画しているのですが、正しいでしょうかとのことです。こちらいかがでしょうか はい。えっ、ー、と、そうですね。こちらはまさにあの、先ほども今日、まさにあの、ちょっとテーマとなっているファセットナビゲーションの話だなと思うんですけれども、今日だから URL パラメーターツールに対して言及することが多分、未だかつてなかったぐらいの感じで出てる感じなんですけれども、えー、こちらも同じくですね、そちらの、こちらの記事ですね。こちらのファセットナビゲーションに関する記事っていうのがですね、ファセットナビゲーションのベストプラクティスと5つの ワーストプラクティスという記事がありますので、ぜひこちらの記事を一度ご覧いただいて、まあ、ご対応いただくといいかなと思いますと。で、実際にやっぱり、えー、ちょっと戻しますと、この、あの、ロボット b o t s t x で一番のやり方で対応してしまいますと、結局クローラーはあのディスアローされてクロールできなくなってしまったということで、また何度も何度もクロールを試みると思いますので、結構無駄が より無駄な感じの、あの、無駄に何ですかね、サーバーのコストみたいなものがかかってしまいますので、このカノニカルで正規化するのが、えー、いいかなと思います。はい。えっ、ー、と、でですねち、ちょっと待ってください、ね。えっ、ー、と、言おうと思ったことは、そうですね。ですので、この、えっ、ー、と、Googlebot に、あの、この、実際にもうすでに、この記事にもあるんですけれども、この記事の、えー、と後半の方で、あの、 この記事の方向性としては、これから作るサイトに対してどういう設計をするかという観点と、そしてあの実際にもう現在運用しているページに対してどうあの対処するかという話があるんですけども、こちら明らかに後者ですので、この視点としては Google によりクロールされる不要なページを増やさないようにすることということと、このインデックス登録のシグナルを統合するということがあの重要、この2つの視点が重要になってきますので、 この URL パラメーターツールを使って適切に設定するということと、そして合わせてそれをきちんとクロールさせて、あと、まあ、そういったカノニカルなどを使って正規化、この、そういったところをですね、きちんと組み合わせて使っ、えー、と正規化していただくことで、そしてそれをサイトを、えー、Google がクロールする、えー、量も URL がまあ減っていくのではないかと思いますので、ぜひこちらの記事を読んで、 あーえっとですね、すみません。URL パラメーターツールを再度、あの、せ設定などをいろいろ工夫していただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では。 続いてのご質問に移りましょう。商品の構造化データに関する使用確認に関していただいております。商品の構造化データについてレビューをネストする、ネストできるとあるのですが、その品商品について複数のレビューがある場合、下記のようなプロダクト内でネストしたレビューについてはどのような対応をするのが良いのでしょうか一件のみ抜粋で良いのでしょうかそれとも複数件ともに設定する必要があるのでしょうかまた、一件のみ抜粋する場合、 抜粋の際の基準などありましたら教えていただきたいですとのことですが、こちらいいかかがででしょうか、はいえー、とそうはそすねこちらに関しましては、あのシ,ョまあ、ショートアンサーというか、あの僕はひょっとしたらご質問のポイントを取り損ねているのかもしれないですけれども、この えー、デベロッパーページの、あすみません、URL を書き忘れました、えっと。デベロッパーページの中にですね、構造化データに関する一般的なガイドラインというものがありまして、この下の項目ですね、えー、っとですね、例えば複数のレビューを含める場合は、ページにアクセスしたユーザーに表示されるレビューを全て含める必要がありますということですので、こちらは全てあの含めていただければと思います。はい、ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。では、ここから3問ぐらい、私の方でご紹介していきたいと思います。まず1つ目、PDF も Core Web Vital の評価対象になるかどうかに関する質問をいただいております。Search Console の Core Web Vital レポートにおいて、少なくとも CLS と LPS に関しては、類似の URL に PDF ファイルが含まれていました。PDF も Core Web Vital の対象、評価対象になるでしょうか そうだとしても PDF の CLS というのは理解できなかったのですが、どのように対処すればよいでしょうかとのことです。そうですね。こちら Core Web Vitals は Chrome User Experience Report を元にしており、そのデータに特にファイルタイプの制約はありません。ただですね、気をつけていただきたいのは、現時点で Core Web Vitals がページエクスペリエンスランキングシグナルとして利用されるのはモバイルのみなところには注意していただけたらいいかなと思います。 最近 Core Web v のお質問に関してたくさんいただいていて、皆さん興味を持っていただいているのはすごいありがたいなと思うんですけど、あの、時々あの、 データとしてのコ戸ベバイタルを聞かれているのか、あの、ランキング要素ページエクスペリエンスのシグナルに関して聞かれているのか、ちょっと時々、あの、意図を読み違えることとかもあるので、あの、そのあたりの使い分けとかって質問の際にしていただけると、すごい今後助かるなと思います。コメントでした。でですね、PDF について聞かれているんですけども、まあ、その他 PDF ページいくつか確認しましたが、まあ特にどれも もあの、こういうバイタルズの数字に関して問題なさそうに思ったんですよね。なんで、えーまあ、もし具体的なページの情報をいただけると、まあ、もし問題が書かれているページがある場合にですね、えー、もう少しコメントできることとかもあるのかなと思いますので、えー、何かあれば詳細な情報をいただけると大変助かります。ありがとうございます。 では、続いてのご質問に移りましょう。埋め込みページはあるが、なしと警告される点に関するご質問をいただいております。サーチコンソールでコンテンツの不一致、埋め込み画像なしと出るページがあります。しかし、警告が出ているページだと動画が表示されており、対応がわかりませんとのことです。こちらですね、具体的な URL をいただいていたので、確認することができました。 で、えー、結論から言うと、まあ、メッセージは、まあ、現状では警告であり、検索結果ページにはアンプ版が表示されているようなので、まあ、現在はあ、まあ、あの無視してもいいのかなと、個人的には思いました。 ただですね、こちらのページ、あの、アンプページと非アンプページの間のペアリングが適切にできていないケースが多かったです。まあ、例えばですね、この該当のサイト、いただいたサイトでですね、ページネーションを実装していたんですけども、カノニカルページ、非アンプページの1ページ目は適切にレルアンプ HTML が実装されていて、アンプ版。 アンプの1ページ目に向けられていたんですけども、2ページ目以降で、まあ、全てのカノニカル。なんで、ページ、2ページ目、3ページ目、4ページ目のカノニカルで、ページのカノニカルが全て1ページ目のアンプに向けられていたんですよね。えー、なんでですね、まあ、こういった1対 n の対応っていうのは、実装 対応の実装っていうのは、ユーザーの、ユーザー体験損ねてしまいますし、まあ、こういったことが原因で、サーチコンソールのエラーやアラートが送られてくるかなと思いますので、将来的には構成を見直すことをお勧めします。実際にですね、の、今回のケース、一つ、あの、ページ見てみたところ、ページ、非アンプページのページ目に、と、 動画が埋め込まれていたんですけど、それのアンプ HTML の飛び先が、あ、が、えっ、ー、と、1ページ目だったので、その中には動画が含まれてないみたいな、あの、そういった、あのー、対照的でないペアリングがうまくできてないケースだったので、そのあたり、もう一度確認いただければいいかなと思いました。はい。ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。 はい。アーティクル構造化データイメージプロパティの詳細に関するご質問をいただいております。アンプページ内にアンプイメージタグで掲載していない画像を アーティクル構造化データのイメージプロパティに記述することが問題があるかどうか分かりません。アーティクル構造化データのイメージプロパティのガイドラインを読んでも判断がつかなかったので、詳しく教えてください。えー、ちなみにですね、こちらのご質問、具体的なサイトやページ URL の情報がなかったので、ちょっと何をされようとしているのか、あのよく意図が分かりませんでしたので、えーまあ、ただですね、一般的に非アンプページとアンプページでは、まあ、同様の構造化 構造化マークアップを記述されており、まあ、その画像はですね、正規化されたページにある画像を使われているっていうことがありますので、そういったことを踏まえて、えっと、ご質問の内容、一般的にお答えさせていただきます。まず1点目ですね、記事に直接属するマークアップされた画像のみを指定する必要がありますについて、えー、記事に直接属するマークアップされた画像とは、アーティクル構造化データ内のイメージプロパティに記述された画像という意味ですかそれを指定する とはどういう意味ですかとのことですが、まあ、こちらの意味としては、まあ、記事内にある画像を構造化データ内のイメージプロパティ部分に記述してくださいという意味になってます。伝わっていると嬉しいです。で、2点目なんですけども、すべてのページに画像を少なくとも1つ含める必要があります。 について、画像を少なくとも一つ含めるというのは、それぞれアーティクル構造化データのイメージプロパティのことでしょうかアンプイメージタグのことでしょうかとのことですけども、まあ、こちらに関して、あの、アーティクル構造化データのイメージプロパティについての記述です。ただですね、ヘルページにもありますように、こちら前提として、一般的なアンプページにのみ以下の画像に関するガイドラインとして記述されているパートですので、ちょっとその この辺りのヘルページ、よく読んでいただければ、多分意味が分かるんじゃないかなと思うんですけど、もし分からないところとか、不明瞭なところがあったら、もう一度詳しくご連絡いただければ嬉しいかなと思います。ありがとうございます。はい、では続いてのご質問に移りましょう。結構時間がパツパツですね <laughs>。はい。 では、uh, Q&A と FAQ リッチリザルトレポートの変更に関するご質問をいただいております。Q&A と FAQ リッチリザルトのレポートの対象が変更になったとデータ a りま o n インサー s コンソールのヘルプページに掲載されました。えー、変更前はルートレベルだけが検証対象だったのに、 に対して変更後はルートレベルの下も検証対象となっていますルルートレベルとは何でしょうか ?QA ページ、FAQ ページ、構造化データ単体でマークアップしているのがルートレベルですか他の構造化データにネストしている場合は以前は検証対象にならなかったということでしょうかとのことです。こちらに関しましては、えー、と急ぎ足でいきますと、 えーとですね、この書籍に関する構造化データのページを見ていただくと、すごい分かりやすいかなと思うんですけれども、この、例えば作品とエディションのような形で、例えば作品というのは一つの,あの固有のものなんですけれども、その中にいろいろなエディションがありますと。例えば初版第2版ですとか、フランス語翻訳版ですとか、そういった形のエディションがあって、それぞれ別の概念で存,あの存在していますと。で、こういった場合に、この作品は、 としてのブックは最上位レベルのブックエンティティィなんですけれどもこのエディションについては、会レベルのブックエンティティで、これまでは、最上位レベルしか、えーとまあ、チェックしていなかったのを、多分、会レベルまで見るようになったという感じの,かあの解釈かなと思います。それから、ちょっとすみません、あの僕もあの細かいところ、正確にはあの分かっていないんですけれども、ひょっとしたら今までも全部会レベルまで見てたんですけれども、サイト上の表記が、 あの、最上位レベルって書いてたのを適切に直しただけかもしれないんですけれども、まあ、そのどちらかかなと思いますと。いずれにしても、この最上位レベルと、まあ、回レベルの概念はこちらを参考にしていただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。残り4問ほどです。続いてのご質問に移りましょう。 よくある質問、リッチリザルトの実装に関するご質問いただいております。構造化データのよくある質問についての質問です。JSONND でよくある質問を実装し、リッチリザルトで表示されました。しかし、HTML タグを含んだ下記のような質問項目を実装したところ、HTML タグ部分だけ表示されません。エスケープ処理はしております。 ちなみにですね、リッチリザルトテストツールでは正常に表示されています。現在はユニコードや別のエスケープコードを記述して表示されないか試していますが、表示されません。アンサーのテキストプロパティに使用できる HTML タグ以外はエスケープ処理していても無視されてしまうのでしょうか。リッチリザルトに表示させる方法などありましたら、ご教授いただけましたら幸いですとのことです。こちらいかがでしょうか はい、えー、とそうですねこちらに関しましては、あの一応こちらでも状況あ URL をいただいておりまして、状況を確認したんですけれども、えーとですね、今、僕の方でえっ、ー、で状況を確認できましたと。ただ、あのリッチリザルトテストツールでは正常に表示されていますということなんですけれども、実際にテストツールでも正常に表示されていなかったので、そこはちょっと今一度、ちょっと見直していただけるといいなと思います。で実際にこのの現在の状況は、えーと ただ、実際の検査結果上では、やっぱり確認、えーと、表示されていなかったので、実際にそこが、えー、使用などについてどうなっているかというのは今、確認中で、あと、チームの方にもフィードバックをしました。で、何かこちらについてお伝えできることがあれば、お伝え、また次回以降お伝えしたいなと思います。はい、ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。それでは続いてのご質問に移りましょう。ガイドライン違反リンクへの Google の対処に関するご質問をいただいております。ガイドラインに違反したリンクに対しては無効化する方針でペナルティを与えることは通常ないとジョン・ミューラー氏が言っていたことの、言っていたとのことです。 これだと仮にリンクを買ったり、人工リンクを作ったりして、成果がなかったとしてもマイナスになることはありません。うまく順位が上がれば、締めたものです。もう少し詳しく説明してもらえるでしょうかとのことです。こちら、いかがでしょうかはい、えっ、ー、と、そうですね。こちらに関しましても、まあ、あの、改めて、ジョニーも確認しましたし、まあ、実際にそういう意味だろうなと思っていたことなので、その、ちょっといろいろ誤解というか、解釈が難しいところもあるかなと思うので、あの解説したいと思いますと。 でまず、あの、ショートアンサーとしては、この、えっ、ー、と、リンクスパムが、は、ただ単に無効している、無効化しているだけで、そうしたスパム対策の対象にはなっていないということはなくてですね。まあ、じあらゆる、あらゆる、あらゆるっておかしいですね。いろいろな形でじ、自動の、あの、スパム対策、または手動のスパム対策の対,応対象となっておりますので、まあ、ある意味ご安心くださいと。でですね。 じゃあ、じゃあジョンが何を言ったのかというと、まあ、ちょっとすみません、この具体的なツイートをここに貼るのも、えっ、ー、と、元の質問者のプ,あのプライバシーの問題などもあるので、ちょっと避けたんですけれども、この、ぜひ探してみていただければと思いますが、ジョンが何を言ったのかというと、えー、と実際に、この、そうした外部リンクをいろいろ買っている、えーと、有料リンクを使って、順位を上げようとしているようなサイトが まあ実際に、えー、例えば検索結果のどが上位に表示されていたとしても、そのランキング自体に対しては、ほとんどそういったリンクは、もうグーグルは認識していて、無効化しているから、そのランキング自体には問題がないよみたいなニュアンスであの、まあ、言っているんですね。ですので、あの手動対策をする、しないというよりは、実際にこの今のランキングの状態に対して、まああ、その、そうしたリンクがこう、そうして何か順位が上がってるってことはないと思うよみたいな感じで話してい。 いたことですで実際にここのやっぱりあのオフィスアワーでも何度かお伝えしています通り実際に多くの場合でですねこのグーグル側でそうしたリンクが実際にの価値っていうのはすごく判断していてそうしたスパム的なリンクに関してはほとんど多くの場合が無効、えー、化されています。 ただ、やっぱりそういったリンクを買っているようなサイト、買っていると知られているようなサイトの順位が上の方にあると、やっぱりうまくいっているように見えるかもしれないですけれども、他の理由で、で多少の例えばの順位が手動対策であったり、自動対策で下がったとしても、別の理由で、例えばコンテンツの内容がすごく良いですとか、そういった理由があって、実際に上位にやっぱり表示され続けているサイトっていうのも、やっぱり起こりうるかなと。でそういったものに対してあの まあそういったものはあるかないかでいうとあ、あり、起こり得るかなと思いますと。というのが、まあ、今のこの件に関して言えることですかね。でも実際にですので、やっぱり、のこのリンクを買うことで、まあ、やったもん勝ちみたいな、ちょっと表現があれですけれども、例えば買ったら、何も手動対策とかされないのであれば、買った人が得するじゃないかみたいなことは全然ないかなと思いますので、ご安心いただければ。 ばと思いますただあの、ただと申しますかあの、はい。で、どのような感じで手動対策をしているかという、あまた自動の対策をしているかというのをお伝えできないところがありますけれども、あの全然あのリンクに関してあの何かすることは全くお勧めできないなと思いますので、まあ、その辺はあのご安心いただければと思います。はい。ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。それでは続いてのご質問に移りましょう。アドセンスの規約違反かどうかに関するご質問をいただいております。テレビのスクリーンショット、テレビをスクリーンショットして違法アップロードをしているブログがあります。各テレビ局が許可したわけでもなく、紛れもなく著作権侵害の違法行為なのですが、6年間以上 Google アドセンスにて広告収益を得ています。 通常であれば、こうしたサイトは審査にも通らないと思いますが、一旦通ってしまうとやりたい放題の状態でペナルティーになることもありません。他人の著作物で収益を得て生活をしている状況が正しいとは思えませんし、こうしたサイトが世の中に残り続けると、新たにこうしたサイトが生まれ、さらに若い世代のネットリテラシーは低下してしまうのではと思います。 なぜこうした状況が起き、この状態でも a d セ s e n s e の規約違反でないとされているのでしょうかとのことです。こちらいいかかがででしょうか、はいえー、とそうはそすねこちらに関しましては、えーまあ、わざわざ取り上げたのも取り上げたんですけれども、えー、こちらに関しては検索自然検索に関しての質問ではありませんので、a d セ s e n s e チームの、まあえー、とポリシーのポリシー違反についての報告窓口にご 報告いただけるといいかなと思います。ただし、これが、えっと、アドセンスのポリシーに違反しているかどうかというのは、僕はわからないです。で、あともう一つ、まあ、コメントできることがあるとしますと、まあ、著作権、まあ、侵害である場合に、まあ、もしこの著作権の権者の方でしたら、あの、例えば DMCA などのような形であったり、まあ、著作権者として、このサイトのオーナーに直接お話をされるといいかなと思いますので、まあ、いろいろな形で、あの、 そうした、なんですかね、この状況を改善で,できるように試みるといいのではないかなと思います。はい、ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。それでは最後の質問に移りましょう。フィードバックは何のため、えー、というご質問をいただいております。Google 検索もそうですが、いろんなところからフィードバック送信をできますが、送ったところで改善されたこともない、なければ、大変意味のない機能だと認識しております。あれはガス抜き用途でしかない機能でしょうか 半年1年経過しても改善されてもなかったし送り続けたところで無意味に思いましたとのことですこちらいかがでしょうかはいえー、とそうですねフィードバックあのについてはおそらくいろいろな誤解があるかなと思いますのでちょっと簡単にご説明したいなと思いますけれどもまあ、フィードバックこのフィードバックの機能に関してはあのご存知ない方もいらっしゃるかなと思うんですけれども検索結果の あの下の方にですね、フィードバックを送信という、この検索結果に対するあのご意見をあのお送りいただけるような機能がありますと。そ、そこについての説明になるんですけれども、このフィードバックに関してはですね、こちらですね、Google 検索結果の品質向上に協力する、リンクをクリックしますと、こういったページが出てきまして、 えー、あ違うかな。このフィードバックに対する説明のページがありますと。で、こちらを見ていただきますと、例えばフィードバックをクリックしていかのようなご意見をお知らせください。1つ目は、Google 検索についてご満足いただけた点、ご不満な点、そして2つ目は使いにくい機能、使用できなかった機能、そして3つ目は Google 検索に関する改善案ですね。で、できるだけ詳しくご記入くださいってあるんですけれども、最後にですね、この えー、なお、お送りいただいたフィードバックが検索結果でのページランキングに影響することはありませんという記述がありますで。おそらくここでご質問いただいている方がここまで読まれているかどうかわからないですし、どういったリクエスト、フィードバックをお送りされているかもわからないですけれども、もし何か特定の,あのランキング、検索結果、クエリに対するランキングについてのフィードバックですと、それが、まあ、あの、 あの別の要因でアルゴリズムの改善は常に行っていますので改善されることはあるかなと思いますけれども直接えランキングの変更に影響することはやっぱりあのまあえとそういったことを期待してお送りいただくようなものではないかなと思いますのでここはちょっとお伝えしたいなと思います。じゃあこのフィードバックって何なのかというと本当にフィードバック検索結果っていうのは Google 検索っていろいろなチームが関わっています。 で、このフィードバックに、あのーあ、えっ、ー、と、そうですね、すみません。だから、ですので、ちょっともうちょっと細かく言うと、検索のチームっていうのは、いわゆる検索のチームっていうのは一つあって、その中にいろいろな担当者がいるのではなくて、あの、本当にいろいろな中、中で細部に、あの、分かれてるんですね。例えば、検索の機能自体のようなものを作る方々と、方々の人たちと、えっ、ー、と、アルゴリズムを作る人たちと、 例えば、スパム対策をする人たちと、まあそういったポリシーを作る人たちとみたいなものは全くそれぞれ別々のチームで存在していたりします。でそういった中で、あの、まあ、このいろいろなチームはいろいろな形で、いろいろな目的でこういった皆さんからのフィードバックを活用しています。ですので、この、まあ、いろいろな 実際僕ら見ているところは見ていますので、そうした、えっ、ー、と、見るときには見ているという言い方が、あ見るときは見てるという言い方が不適切ですね。あの、やっぱりですね、この世界中の本当に、あの、検索ユーザーの方々に使っていただいている中で、何か一つの意見をすごくピックアップして改善に使うみたいなことっていうのは、やっぱり、あの、えっ、ー、とですね、 全然あるんですけれども、その、やっぱり、ここのフィードバックから送られてくる量っていうのは結構、あの、膨大な量のフィードバックが送られてきていますので、その中で、やっぱりその中、あの、すべてのものがいつか半年待てば、一年待てば、何かきっと、あの、読まれて改善されるのではないかということを期待されてるとすると、やっぱ違う、そういったものではないかなと思います。申し訳ないですけども。で、じゃあ、どういうものかというと、例えばそういった中から、例えば、この皆さんからフィードバックを寄せられた中で、こういったものが、 最近増えてきたですとか、何か特定の新しい機能について、ローンチしたけれども、あの評判がどうだったかですかですとか、何かそういったときの参考になるような形で、何かデータを定量的に扱うような形で、まあ、あの取得して、あの中で分析するようなことが多いかなと思いますし、 じゃあ何かこういった改善のアイデアは、え、あの、取られないのかっていうと、そんなことはなくて結構、あの、見たりもし,していますと。ただ、あの、ランキングに関しては、やっぱり、あの、ランキングに対する不満って多分、無数にありますし、僕でもありますし、あの、もちろん、あの、 でその探そうと思ったらいくらでも出てきますので逆に言うといくらでもたくさんあるんですね。ですのでその中で優先順位をつけて僕らとしてもやっぱり多くの方があのに良い形で影響があるような形で改善っていうのを行っていますのででもしその皆さん僕らでもよくこのフィードバックから送ってくださいっていうことをお伝えしていますけれどもそれは本当にあの送れば何かあの対応しますよという意味では申し訳ないですけどなくてただ 送らないと僕らは何もその件に関して知りようがないですけれども、お送りいただくことで、僕らが何かその件に対して、あ実際にあのユーザーから何かフィードバックが来ている、過去に来ていなかっただろうかと思って調べたときに、は来ていたみたいなことを確認できたりすることもありますし、まあ、そういったものが例えば複数来ていれば、その定量的なデータとして、何か僕らは気づあのより気づきやすくなることもありますので、はい、あのー、まあ、 ぜひ引き続きお送りいただければと思います。いわゆるこの表現されているようなあのガス抜き用途でしかない機能ですかというご質問については違いますと。で、僕の、ね、今のちょっといあの表現で何か引っかかるところがもしあったとしても、あの、ちょっとあの、えっ、ー、とですねここ、本当にフィードバックの機能に関してはいろいろなチームがいろいろな目的で使っていますので、僕の視点から今お話しした、あのお話しできることをお話ししたので、 あのすごく活用しているチームもあると思います。ただ、そこのチームが実際に何のあのどの検索の中のどの部分を担当しているかによって、また全然話が変わってきますので、はい、ですので、皆さん、検索について思ったことなどをお気軽にすごく,お,くお送りいただけるといいかなと思います。という感じですかね。 はい、ありがとうございます。はい、ますた質問者さんだけでなく、今までに、そしてこれからフィードバックを送っていただける皆さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、ということで、本日の質問はここまでになっております。そして次回の Google 検索オフィスアワーの日程ですが、2021年4月22日を予定しております。はい。 またですね、われわれの励みにもなりますので、ぜひ、このおオフィサーは気に入っていただきますと、チャンネル登録や高評価、お願いできると、はい、ぜひあの、高評価、<laughs> <laughs> 同じですよ、チャンネル登録、よろしくお願いします。<laughs> 全然慣れてないところがつ、はい、も、ね、言い忘れちゃう、<laughs> この言葉なんですけど。はいはい お願いできるといいかなと思います。その他金谷さんの方から何かありますでしょうか。いや特にはないですね。皆さんあの本当に健康に気をつけていただいて、僕はあの本当に足腰が弱くなっ弱ってきそうなんであのだからって歩いたりはしないんですけれども。<laughs> <laughs> はい。皆さんもお気をつけくださいと。と <laughs> そうですね。もうあの金谷さんの背景のようにあの桜の季節というか暖かくなってきてはいるので皆さん。 気をつけながら、ほの <laughs> <laughs> これ、誰もいないところに行って、本当にあの何でもないところに咲いてたものをぽこっと取ってきただけなので、あんまり人が集まるところにはまだ行かない方がいいかもしれないので、お気をつけてください、はいえー、それでは次回の Google 検索オフィスアワーはあー来月4月22日を予定しておりますので、12時からですよね、えーはい、楽しみにしていただけますと、大変嬉しいです。 それでは皆さんまた次回お会いしましょう本日はありがとうございましたはいありがとうございましたよいしょそれでは皆さまさようならさようなら